こんにちは、コロマロです。今日は7つのダイヤを作ってみたいと思います。ぜひ一緒にやってみてください。まず両方の手に紐をこのように引っ掛けます。次に右の中指で左の手のひらのまっすぐの紐を下からこのようにすくいます。反対も同じようにまっすぐの紐を下からすくいます。小指の手前の紐を中指にかかっている奥の紐の下からこのように引っ掛けて取ります。もう一度やってみますね。小指の手前の紐を中指の紐の下から通して引っ掛けるようにこのように取ります。次に小指の紐を外します。そして小指で小指から見て親指の手前の紐、2本の紐を下からすくいます。中指から伸びているこの隙間に中指を入れて親指を外しながら手を手前にくるっと向けて紐を上下にこのように動かすと7つのダイヤの完成です。ではもう一度やってみましょう。両方の手に紐をこのように引っ掛けます。右の中指で手のひらの紐を下からすくって反対も同じようにすくいます。親指で小指の手前の紐を親指の奥の紐の下からすくい上げるようにすくいます。小指の紐を外します。小指から見て親指の手前の2本の紐を下から小指ですくいます。中指から伸びているこの隙間に中指を入れて親指を外しながら手を手前に向け中指を伸ばしながら紐を上下に揺すると7つのダイヤの完成です。いかがでしたか？もう一度ゆっくりやってみたい方は動画を最初からご覧ください。それではコロマロでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。